ということで、今回ですが、なんとね、今回の動画なんですけど、今回の動画はね、まあ、タイトルとサムネを見れば、まあ、少しわかると思うんですけど、今回はね、トイモリって、電車ってあるじゃないですか。まあ、皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、電車ってあるじゃないですか。まあ、今回の動画なんですけど、電車と村人、どっちの方が、早いのかっていう。検証動画撮っていきたいと思います。これね、電車と村人って、どっちの方がスピード速いんだろうなってことで、今回はね、村人と電車で、スピード対決させていきたいと思いますってことでね、まず網バグでね、線路の場所に行かないといけないという地獄なんで、とりあえずね、倍速。マジでもうめっちゃむずいんだけど、網バグ本当に。やっと来た、本当に。やばい、本当やっと来たんだけど、もうずーっともうこの穴とこの橋に向かって、ずーっと声流れてるから、めっちゃ疲れたんだけど。いやー、ってことでね、電車来る時間帯決まってるんで、とりあえず、7時21分まで、7時21分にね、電車来るんで、まあ、その7時21分になるまで、ちょっとなんか暇つぶししましょう、適当にね、遊んで。いや、実際どうなんだろうね。なんか、トイモリの電車って結構遅いイメージあるから、うん。意外と村人の方が勝つのかもしんない。意外とね。じゃ、こっからね、出てくるから。どうだ？村人と電車はどっちが速いのか、気になりますね。さあさあさあ、あと1分ってとこですけど、ちょ、まあ、下画面いらねえな、これ、横前は。下画面いらなかったっすね。いやーさあ、あと1分。もう、1分もないぐらいで食いますけどさあ、住民と村人はどっちの方が足が速いのか。うわー、どうでしょうね。いや、普通だったら電車が速いですけどね。いや、でも、わかんないですね。もう普通だったら、それはやっぱ電車の方が、ね、まあ、スピードは速いですけど。いやー、そういう森の中ではどっちが早いんでしょうかね、わからないですね。もしかしたらワンチャン村人勝つんじゃないですかね。勝っちゃうんじゃないですかね、もしかして。来るんじゃないか、もうすぐで。来るんじゃないか、来るぞ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 。来るぞ、ジェイミー。あ、来た、ちょっと、どうだ、どうだ、おっと、まさかの、これは。俺、村人の方が早いんじゃないか、これはまさかの。まさかの、ちょっと待って待って、村人の方が早い説あるぞ。ちょ、待って。気がする、これ。待って、ギリギリ、待って、ギリギリ、ギリギリ村人の方が速い気がするぞ。待って、今のさ、速度的に村人の方がちょっと速かったよ。本当にちょっとね、マジでちょっと速かった。いや、待って、やば、おい、村人電車に勝ってんじゃん。おかしいだろ、おい、おいおい、まさかのお前電車より速いのか。電車より速いの、村人。電車よりさ、村人の方が速いってさ、これ電車いらなくね？